織田信成は江戸時代後期の大名。山和国柳本藩の第十二代藩主。なお潮流をだけ十二代。官位は十五位下、筑前神。後に聖四位。十一代藩主、織田信用の旧男として柳本にて誕生。幼名は万熟老王。署名は秀重。安政三年に父。 信用の着難であった三兄の死んだからが死去したため、安政四年九月十三日に着死となる。同年十二月十六日、父、信用の死去により、家徳を相続する。万円元年十月十五日、十三代将軍、徳川家定におまみする。同年十二月十六日、十五意した畜前神に除任する。文久二年うる八月八日、 寸布ンの廃止により、秋からのカバンを免除される。源氏元年から慶応元年にかけて、領内の主神天皇領の補修を行った。明治維新に際しては、昇藩のために主体的な行動を取れず、病気を理由に再三にわたって、上落延期を申請した。戸場、伏見の戦いにおける、旧幕府軍の敗北やその後の情勢を見極めて、弟の信及びを上落させた。 慶応4年5月6日に隠居し、養子とした親を及びに家督を譲る。明治維新後は一時的に京都で暮らしていたようである。明治7年6月11日、京都から東京に転居した。明治9年、宮中侍校となる。また、明治18年3月には、宮中志向となり、明治天皇に仕えた。同年7月、宮中志向の廃止により免職となる。 明治31年2月27日、死去、去年56、死女は4男2女、ありがとうございます。